司馬さんの街道を行く、明石海峡淡路道でですね、まあ、城の素晴らしさが非常に強調されていました。三隈さんのですね、洲本頂上にあります洲本城、これ今来まして、頂上の景色を今眺めてるんですけれども、風がちょっとすごく強いですね。風が強いんだけれども、絶景です。ものすごい絶景ですね。はい、こんな感じの絶景がですね、広がってます。ちょっとね、ここまで絶景だとは思わなかったんですけども、さすがの山頂ですので、いい景色ですね。こちらの方が洲本城下ということで、洲本の町ですね、町がこう広がってるわけですね。そして、あれが天守ですね、洲本城の天守ということで、非常に大きなですね、石垣も大胆に、まあ、作られてるし、大きなお城ですね。はい、風がすごく強いです。ですね、ここ三隈山から南の由良地域にかけては、大和畿内に通じる大阪湾の南の、入り口、紀淡海峡を有する地として、古代から中世、戦国時代にかけて、重要な戦略基地だったということですね。そしてこの三隈山に最初に城が築かれたのは、室町時代の後半ですね。室町時代の後半であるが、今見るような広大な石組みによる城が築かれたのは安土桃山時代になってからであるということです。標高133メートルの三隈山の山頂に築かれた洲本城は、東西800メートル南北600メートルに及ぶ広大堅固な縄張りを持ち、西日本最大の要塞と言われていたということですね。西日本最大の要塞だったんですね、言われていたと。戦国時代の城郭の様式をよく表している上に、その保存もよく、平成11年1月国の史跡として文化庁より指定されているということです。山頂の展望台にあるこの、として作られた模擬天守は、昭和3年に建てられた日本最古のものであると。昭和3年に建てられたんだね。城主の居城であった本丸から東の丸、西の丸、南の丸と広大な縄張りの洲本城を築いたのは、天正13年1585年から24年間にわたって、在城した秀吉、の部下の優勝脇坂康春ですね。で、城石垣の積み方は安納積という安土桃山時代の技法によっているということでございます。まあ、非常にここまで登ってきたんですけれども、石垣がしっかりしてました。ものすごくしっかりしてまして、しかも美しいということで、まあ、司馬さん激賞のですね、お城でしたね。まあ、ここを見ずして、まあ、洲本に来た甲斐はないということで、この下にもですね、先ほど、まあ、言ったんですけれども、そこが洲本は城が2つあって、ここはまあ隠し城みたいな感じだったんですね。実はこんな巨大なのをまあ作るとですね、江戸幕府にまあ取り壊されたということで、隠し城みたいな感じでなったみたいですね。で、下の方にまあお城がを置いていたということですね。じゃあ今一度ですね、この雄大な三隈山からの風景をですね見まして、三隈山、洲本城とですね、お別れです。はい。